宗形警察署は福岡県警察が管轄する警察署の一つで福岡地区に属す。署長の階級は軽視。福間主婦強盗殺人事件1976年3月25日、福岡県宗形郡福間町の雑木林で近くに住む主婦の女性が遺体で発見された。女性は同県か谷郡内の会社に勤務24日の退社後、 自宅近くのバス停でバスを降りた後、行方がわからなくなっており、行方を探していた夫が女性の遺体を見つけた。女性は所持金が奪われていた。2016年6月に、宗方市内の交差点でパトカーと乗用車の交通事故があり、パトカーがサイレント赤色灯をつけた。緊急走行中だったと宗方署が説明したのは誤りと発表した。事故を起こした。 男性巡査部長が虚偽の説明をしていたという。県警によると、事故は6月30日未明、同志クリエイト2丁目の交差点で発生。無投下のオートバイを追跡していた巡査部長のパトカーと、福津市の会社員男性の女王用車が出会い頭に衝突し、男性が腰を打撲する軽傷を負った。信号は、パトカー側が点滅の赤信号で、 緊急走行中でなければ一時停止義務があった。事故直後、巡査部長はサイレンも赤色灯もついていなかったことに気づいていたが、現場に来た署員に緊急走行中だったと説明。男性が否定したことから県警が周囲の防犯カメラを調べたところ、嘘が判明した。巡査部長は追跡中に事故を起こし、言い出せなかったと話しているという。ありがとうございます。